ート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。みなさんこんにちは、ウェザーロイドタイプ A アイリです。今日はアイリさんに来ていただきました。はい、お邪魔します。はい、アイリちゃんのチャンネルにもコラボ動画が上がってるので、うん、ぜひチェックしてください。お願いします。今日はですね、Kガードというカードゲーム対決をしたいと思います。2回戦で勝ったのに、うん、なぜか2対1で負けという流れになったんですよね。ウェザーロイド2回勝ちました。3回戦のうち私が1回でも勝ったら私の勝利やったのに、でも2回勝ったからウェザーロイドっていうので、なんか謎に私が負けたので今日はもう1回やろうと思っております、うん、3回戦をね。カニだ。アイリちゃんのチャンネルでもルール説明しているんですが、簡単に今もね説明させていただきます。はーい。あれ雨、日焼け止め、キアガード。使用するカードはこの4種類。使用するデッキは2種類。天気デッキには晴れが4枚、雨が1枚。対策デッキには日焼け止めが4枚、キアガードが1枚。戦い方は至って簡単。まずは天気側が1枚のカードを選びセット。次に対策側が1枚のカードを選びセット。互いのカードが出たらお互いにカードを開く。それだけだ。天気側が晴れを出した場合、対策側が日焼け止めを出すとドロー。ただ誤ってキアガードを出した場合、対策できていないため対策側が負け。天気側が雨を出した場合、対策側が日焼け止めを出すと対策側が負け。ここでキアガードを出した場合のみ対策側の勝利。キアガードは雨を打つ。雨のカードを持った者は晴れに紛れていかに雨を通すかというゲーム。対策側から見れば相手がいつ雨を通してくるかを読み、キアガードで対策するゲーム。最も単純な形での心理戦、互いの思考の読み合い、人間を見る目の確かさがものを言う。これがKガード。はい、でやっていきましょう。お願いします。アイリちゃんの表情、仕草、思考、そのすべてを読む。ネバセイ心、普段は社員なのにポンコツ、ポンコツ界の後輩、圧倒的後輩。そしてこの状況、ここから出てくるカード、ここは晴れ、晴れで様子見、様子見の晴れ。あ、晴れだ。あの顔、必ず晴れ、晴れで様子見、それしかない。ざわ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 。ここで逆をつくのか。常人には読めない思考、それがポンコツ。まあね、最初はじゃあ最初はね出しましたね。うん、はい、せーの、シャン、ドローですね。ドローでーここ難しい。え、ダメだ、ココロちゃんの顔をちゃんと見よう。いや、もうここはポーカーフェイスを貫きますよ。もう一層目閉じますよ。はい、はい、あー、なるほどね。うん、じゃあまあまあココロちゃんだからね、最初はこんな感じかなちょっと舐めてますよ。いきましょう、せーの、シャン。いや、まあね、まあね、ここは読まれてると思いましたよ。そうですよね、うんうん、ドローですよね。ドロードロードロー。いや、ここウェザーロイドはね、ココロちゃんの心が読めるんでね。なんかダジャレみたいになっちゃいましたけどココロちゃんの心がね、読めるんでね。もう手だけで出そう。お、これだ。なるほどね。はい、じゃあウェザーロイド、はい、できまーす。え、なんか失められてる感があるんだが、じゃあ見ていきましょう。はい、せーの、ドロー、じゃん。はい、いや、待って、やばいぞ。ドローですよね、うん。さあどうしますか、ココロちゃん。ここはね、うん、あら、これだ。じゃあ行けますよ。でも待ってよ、ここで、いや、そんな、何を読んでいるんですか。ここででもさ、晴れを出しておかないと、雨を残してたとしたらココロちゃん負けちゃいますよね。ってことは、ここで出してるってこと。そうなるのかな。あ、ちょっと待ちなさい、あなた。あ、待って待って、どっち、今のどっち。待って、本当に今のどっち。え、それを、ま、分かってなくてっていうパターンもありますよね。いや、分かんないよ、分かんないよ。え、本当に今の分かんない。今の、え、今のがでも演技だとしたらすごいですよね。敵側って、これなんか発言するたびボロが出そうになりません。私怖くて発言できないんだけど。え、待って、こんなことないよね。え、こっちじゃないよね。いや、わかんないですよ、そりゃもう私の心なんで、これが。え、じゃあちょっとこっちで行ってみていいですか。はい、今もう、もういいですね。どっちなんだろう。はい、せーの、じゃん。やったー勝った。待って、今の演技なの。どうですか、心ちゃん間違えたんだって思って
違えちゃったんだ。いやいや違うよ。違いますよ。すごいね、今の演技だった。いや、変わった。だって、ココロちゃんのことだから間違えちゃったんだって思って。いや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 。はい、ということで1回戦は私たちです、はい、じゃあ、私の先行からということで。いや、なんかどっちかわかんないんだよね、ココロちゃんね。絶対さっき間違えたと思ったからさ。盲目の作詞の心いきますよ。はい、うんうん、はい、はい、では、いいですか。はいはい、せーの、じゃん。え、待って、そのイエーイ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 。待って、それ使ってくんの。私の勝ち。それ使ってくんの。2回戦でまさか最初に雨を出すとは思わなかったでしょう。心ちゃんがそんな勇気があるなんて。作詞の心ですから。あ、なんかすごい強くなってる心ちゃん。さあ、これで勝てば私の完全勝利。次ですよね、次ですよね。最後の再回戦、笑っても泣いてもこれが最後の試合となりますよ。ここで食い止める。まあ、3回戦はね。あ、なんか早くな、なんか慣れてきたな。もう成長する心なんで、私動画の中で成長していくんで。2回雨最初に出したらって考えそう、ココロちゃんって。ん、ココロちゃんって2回最初に雨出すと思わないだろうって思いそう、ココロちゃんって。あ、そう？うん、そう思うなら、うん、どうぞ。え、何出しました？え、まあ私はそうだな、雨出しました。あ、ダメだ、これダメだ、ダメだ。え、待って待って、いや、でも晴れかもしんない。あ、晴れかだったかもしんない、うん、私の手元今見えないわ、うん、今のさ、あ、ダメだダメだっていうマジの間違いなのか、ポイントの罠なのかわかんないんだよね、ココロちゃんって。まあそれはね、もう愛理ちゃんがどんだけ私のことを知っているかという。いや、だってココロちゃんってポンコツな人でしょ。いやいや、愛理ちゃんに言われたくない。ポンコツな人だからさ、愛理ちゃんと一緒ですよ。今のマジの反応だったのかな。待って、わかんなくなってきたんだけど、今のやつが罠なのか。これピアガード出してきますね。こうかな、どうしようかな。いいんですね。はい、じゃあ行きます、せーの、じゃん。やった、完全勝利だったか。なんか強くなってきた、ココロちゃんなのに。ココロちゃんなのに。いい感じだった。強くなってきたよ。やったよ、3回戦全部勝ちました私。ココロちゃんなのに。あれ、あれ、どうしてだよ。私がデコピンする流れかな、じゃあ。わかりました。熱いですか？期待を焼かれればいいでしょ。期待を焼いて土下座します。期待を焼かれたらいいでしょ。罰ゲームとして、愛理ちゃんに今から私デコピンします。怖い、怖いよ、やめて。やだよ、怖いよ。いけるかな。怖い、怖い、いくよ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。